政治に参加する党、参政党の、名越議選の、遊説で、要は街頭演説をさせていただこうかなと思っております。よろしかったら皆様、駐車場の方に出てきてもらってね、どんな党なのかな、この人なんか、オレンジの人なんかよく見るけど、一体何かなと気になっている方がいたら、どうぞ確認しにね、出てきてもらったら嬉しいです。では時間がないので早速ね、始めてまいりたいと思いますが、まずは、候補の長野市議選候補の野賀由美さんから一言いただきます。ではお願いします。名護市の皆さん、こんにちは。こんにちは。私は参政党公認の名護市議候補、野賀由美と申します。今回新人として立候補いたします。私は今5人の子供を育てる現役の母親です。そんな母親の目線から、もっともっと子育ての現場の声を市政に届けていきたいと思い、今回立候補いたしました。今名護市に暮らしていて、とても自然が豊かで、人々が温かくて、とても子育てしやすいです。しかし親子で安心して遊べる場所、そういった居場所が少ないです。野外の公園はたくさん場所があるんですけど、草が生い茂っていて、遊具が壊れたままだったり、室内で遊ぼうと思うとショッピングセンターが選択肢になってしまっている状況です。私はもっと野外の公園を整備して、今ある公民館などをもっと有効活用して、親子が安心して遊べる、そういった居場所づくりを作っていきたいです。そして今名護市内で産婦人科が1軒しかありません。紹介状が必要な北部病院を除いて今1軒しかない状況です。子供が多い名護市と、その他の元部屋、泣き人村、国頭村、そういったところも1軒で賄っている状態です。今私たち母親たちが今の現状では安心して妊娠出産考えることができません。ですので、もっと行政の方で力を入れて産婦人科を誘致して、そして産後ケア事業も昨年から始まったんですが、今名護市は元部長や泣き人村と比べてまだまだ認知もされてないですし、一部の何か特別な理由があるお母さんしか利用できない状況です。産後のお母さんは全治約3週間の大怪我を負っている状況だ、体の状態だと言われています。そんなお母さんたちの心と体のケア、そういったことを私は女性の目線からもっと市政に声を上げていきたいと思います。そして最後に、今子どもたちの置かれている環境、すごく息苦しくて窮屈な状況になっています。約3年間のコロナ禍で、その影響で未だに子どもたちから人との交流、そして表情や心を育むさまざまな経験が大人たちが奪っている状況になっています。5歳児の1年間、それは私たち大人にとって約10年間分に匹敵すると言われています。そんなに尊くて多感な時期を過ごす子どもたちの大切な経験や交流や表情、そういったものをこのまま私たちは奪ったままでいいんでしょうか。私はとても心や体の発育に問題が出てきてしまうのではないかと懸念しています。なので今私たち大人がまず先にやることは、未来を担う宝である子どもたちがもっと伸び伸びと心豊かに成長していける、そんな環境をみんなで話し合って作っていくべきだと思っています。私は皆さんの声を聞いて、しっかり議論して市政にしっかり声を上げていきたいと思っていますので、私の歩みに皆さんの声を、子育ての現場の声をお聞かせください。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。候補者のね、野上からの第一声でございました。今日はですね、昨日から沖縄に入りしてくれました、我が党の唯一の参議院議員、神谷総平氏が、応援演説に駆けつけてくれておりますので、早速で、いただきましょう。では、総平さんよろしくお願いします。はい。はい、名護市の皆さん、こんにちは。参政党事務局長で、参議院議員の神谷総平です。よろしくお願いします。7月に選挙がありまして、参政党1議席、皆さんから取らせてもらうことができました。我々3議席は取りますというぐらい大きな口を叩いてですね、本当に目標して頑張ったんですけど、今1議席で、大変厳しい状況でありますが、でもそれでも国政政党しっかりと要件を満たしましたので、皆さんからいただいた期待や思いをしっかりと国政に届けていくと、そんなつもりでやっております。でもね、1議席だと辛いんですよ。僕の席、国会でね、議長の目の前です。1年生だし一人会派だから。僕の隣は水道橋博士、その隣はガーシーさんですね。どういうカテゴリーなんでしょうか。小学校の時ね、僕は悪さをしてて、いつも先生の目の前に座らされてました。なんかそんな感覚です。でもね、こっからスタートですね。こういったところから党を少しずつ作っていきたい、そんな思いで今活動しています。そんな参政党のスタート、この間切れたんですが、一番最初の地方議員の選挙、しかも同日に複数の選挙がある統一選挙みたいなのはこの沖縄が初めてですね。そして、何人立候補してくれるかなと思っていたら、野葉さん含めて5名の方々が今立候補していただきますね。今回私2日間だけなんですけど、その5人の候補者の地元ね、さっきは沖縄市にいました。朝は恩納村から昨日泊まったのはチャタンですよ、ね、で最後今日は那覇を回って、はい、また東京に戻るんですが、5人の皆さんに参政党の先陣を切っていただいています。その中でも女性で、しかも5人も子供を育てていらっしゃるのは野葉さんだけですね。私もね、いやもうそれだけで拍手ですよね。私もそう思います。私も子供まだ小さくて4歳と0歳なんですね。2人でもうちの妻結構大変そうです。でしかも僕は、ね、ほぼ単身赴任状態ですから、家には帰っていません。それでもね、大変そうなのに野葉さん5人のお子さん育てながらこうやって選挙にも出るってすごいことじゃないですかね。出ていただいただけでも党としてありがたいなというふうに思っています。そしてね、今横で初めて生で街頭演説聞きましたけど、本当に問題の提起が具体的ですね。具体的に今名護市でこういう課題がある、それをしっかりと解決していきたい。政治家って、特に地方議員ってこうあるべきだと思います。町の課題しっかりと皆さんから聞いてね、できるところからコツコツとそれに取り組んでいく、これが地方議員ができる本当に地に足のついた仕事だと思うんです。なかなか市民の皆さんも何が市の仕事で、何が県の仕事で、何が国の仕事か、ね、そういうのが分かってない方もいらっしゃいますね。だからいきなり野葉さんに年金なんとかしてくださいとか、自衛隊の問題なんとかしてくださいとか、基地問題なんとかしてください、それはちょっと難しいね。はい、それは僕です。国会議員に言ってください。国会でやる仕事、地方でやる仕事、しっかり分かれています。そして僕は党の副代表でもあるので、党の副代表の立場から野葉さんにお願いしたいこと、そして皆さんに支えてもらいたいことが3つあります。当選してやってもらいたいことね。まず1つ目は、野葉さんお母さん、子育て世代ですね、そういった子育て世代のお母さんたちを集めて定期的に勉強会をしてほしいね。やっぱり今回のこともそうですよ、のこともね、なんか政府はもう6ヶ月から4歳の子にも打たせる準備をしなさいというふうに打診してますね、各地にね。でもちゃんとリスクもあるんですよ。そういったことを周知しないまま、本当にね、そんなね、まだ半年ですよ、半年とか4歳も満たない子たちに本当にまだ実験中のものを打っていいのかどうか、きちっと考えてもらうべきです。結局政府はやれやれ言いますけど、お母さん方がしっかりと知識があれば、これはちょっと待った方がいいなと、少なくとも実験が終わって
安全が 120% 保証されるまでは待った方がいいな。知識があれば待てるんです。それが情報がないだけでメディアとかに踊らされてね、怖がらされてですね、それに誘導されてしまうということがありますでしょ。そういったことにならないように、別にこのことだけじゃない、例えば今日本だったらみんな経済大変ですよ。沖縄も所得が低いって言われてますけど、日本全体的に所得が落ちている。そんな時にね、どうやれば経済的安定を手に入れられるかって、これもしっかり勉強しておけばいろんな方法あるんです。例えば分かりやすく言えばね、今日本人は一生懸命働く、労働するんです。労働によって賃金を得るということは日本人よく知ってるし、勤勉ですけど、金融資産を使ってお金を増やすということはほとんどみんな知りません。外国人結構その辺よく知っている。だから若い人ほど、例えばアメリカだったら若いうちにお金を貯めて不動産とか買うんですね。そうすると不動産が賃料を稼いでくれるから収入が2倍になるわけですよ。労働だけしててお金を貯めて車を買ったり家を買ったら、それはまたね、自動車税払って固定資産税払ってたら、またそれはどんどんお金出てくるでしょ。違うの、アメリカ人はなかなかね、その辺が教育が行き届いてるから先に家買っちゃうんですよね。でそれを大きな家だったら一人貸しちゃうんです。自分たちがまだ家族が少なければ将来のために大きめの家を買っとく。そうすると賃料が入るでしょ。そしたらそれがどんどんとお金を稼いでくれる。しかもアメリカの不動産って建国以来値段が下がったことがありません。リーマンショックの時は落ちたけど、今でも年々、ね、不動産の値段が上がるんです。そういうことを知っていれば買っとくとですね、自分たちがもし働けなくなっても不動産とか金融資産がお金を稼いでくれる。自分の労働と金融資産が両輪で働くから収入が増えるんですよ。そういったことも知識があれば日本でもできますけど、そういうこと学校で教えない。だからね、自分が労働して得る賃金だけだと収入が上がらないんですよ。そういったことも知ってるか知らないかです。でしかもこれは大学行っても教えてくれません。専門のところに行かないと。そういったことをね、お母さんたちに一緒に学ぶ場を作ってあげてほしい。それをやる気になってほしいと思います。それ一つ目ね。で二つ目は、目の前市役所ですけど、この市役所ね、皆さん行政の手続き行くときは使うかもしれないけど、いろんな使い方があります。例えばさっき言ったワクチンのことだって、ね、公園の整備だって、皆さんで声を上げることができるんです。陳情とか請願とかってできるんです。ましてや議員がいてくれればすごく簡単にできるんです。そういう市民の声を、ね、しっかりと行政に伝えて改善してもらうことって本当はできるんですね。でもこれも残念ながら学校で教えないから、結局みんな知らない。せっかくその制度があって、そこに皆さんの税金が使われて、たくさんの職員がいても、それを市民が上手に使えていないんです。そういったことを議員になってしっかりと仕組みを理解してみんなに教えてあげてほしい。それからさっき言った勉強会を開いたら、ね、野葉さんが主催するわけだから自分全部学ぶじゃないですか。そうやって学んだことを自分の口で分かりやすく、ね、噛み砕いて皆さんに教えてあげてほしい。それだったら講師料もいらないじゃないですか、自分で話すだけだから。そうやってちゃんと、ね、先生先生って持ち上げられる議員じゃなくて、本当の意味でみんなに情報提供ができる先生になってあげてほしい。これが2つ目です。そして3つ目、まあ、野葉さんはね、お子さんが5人もいるからすぐには難しいと思うけど、子供の教育の手が離れたら、子育ての手が離れたら、ぜひご主人とも協力して何か町で事業を起こしてほしい。議員が専業で議員だけをやるっていうのは僕は良くないと思ってるんです。自分も地方議員やってました。その時は会社はモデルでいなかったけど、僕は自分の親父がずっと商売をやってきたから、自分でも、まあ、別に議員じゃなくてもすぐに起業はできるよという大口叩いてました。で実際に35で議員を辞めて、僕はすぐに会社を作って、この10年ちゃんと黒字で回してますよ。だから僕今参議院をやらせてもらっているけど、自分の会社も細々とはやっています。自分の家族がご飯を食べれるぐらいの給料は会社から取ってるんですね。なんで、ね、参議院だったらそんなやらなくていいじゃないって言われました。でも違う、僕はいつまでも参議院をやらないと、ね、やっぱり自分で目標がある、役割を今自分で決めてます。それがちゃんと果たせたら、僕は途中任期の途中でも参議院 の, 場所の役割をですね、他の方に譲ればいいと思っています。議員はずっと死ぬまでやる仕事ではない。
やはり目的を持って特定の期間きちっとやって自分の目的が果たせたらより良い人たちにバトンタッチしていく交代でやっぱり役割分担していく仕事だと僕は思っています。一人の人がねずっと永年やったりましてや接種するなんていうのは絶対違う。よっぽどねご子息が優秀だったら例外かもしれないけどそんなのあんまりないから結局選挙地盤を受け継いでいくだけでしょ。それだったらもう家業じゃないですか議員が。そんな風にしないでほしい。だからしっかりと、まあ、ご主人がね生活をちゃんとサポートしてくれればそれでもいいんだけどでもできれば小さくてもいいから何か事業を起こしてほしいんですね。そうすると何がわかるか税金がどれだけ今高いかがわかる。どれだけ人を雇うのが大変かわかる。なんで正規雇用できないかね。正規雇用だって皆さん派遣にどんどん切り替えるけどあれもしょうがないんですよ。正規雇用で雇っても消費税は丸々払わないといけない。もし派遣社員を雇えば雇った分は経費になるからその分消費税を払う額が減るとかですねいろんな仕組みがあって正規雇用を続けていくのがものすごく大変だから人一人雇うっていうのが本当にものすごい重いんですよね経営者にとって。でもそれでもねたくさんの従業員雇ってやってくださってる方いらっしゃるじゃないですか。そういう方々が上げた利益の半分を国が持っていくわけですよ行政がね。これね江戸時代だったら一気起きるレベルです。今の国民の負担率は 48% 個人で言うとね働いたお金の半分が税金と社会保障費で持っていかれる。そしてこれからそれをもっと上げるって言ってるんですよ。いやこれちょっとしんどいねというふうに思いますよ。僕も会社やってるから税金のあの請求見た時に本当かと思いますよね。それでそうやって払った税金でねそんなに効果があるかないか分かんないような対策コロナの対策80兆とか言われたらですね税金返せと思いますよ。それだったら俺たちワクチン打たなくてもいいから自然免疫で頑張るわって思いますよ。そんなにお金使うんだったらそういうことをやっぱり経営者の目線でもしくは労働者の目線でしっかりと感じてほしいんですね。そうしながら自分が、ね、お母さん方の声をしっかりと代弁するっていう目標を達成できたら、ね、それで次の人にちゃんと渡していってほしい。でその時の生活もちゃんと自分たちで回るようにしていかないと議員辞めたらご飯が食べれませんってなるともう次の選挙のために必死だもん。そういう人はそういう議員は僕は賛成党にはふさわしくないと思ってます。だから3つ目これ野葉さんにもお願いしてるけど皆さんにも一緒にやってほしいんです。一緒に勉強する、ね、それから野葉さんの話をちゃんと聞いてもらう。でもダラダラした話じゃダメだから意味のない話じゃちゃんとみんなが聞きたいと思うような話をしてあげてください。そして、何か小さくても起業する。起業するっていうことはそこにお金の循環が生まれるし雇用が生まれるからそれが地域経済を元気にするんですよね。江戸時代の上杉鷹山っていう、ね、お殿様がいました。山形県の米沢市ね米沢藩です。もともと上杉氏っていうのは新潟のですねあの広大なね、米どころを治めたんですよ上杉謙信、ね、それの子孫が、上杉家ねで、子供がいなくなっちゃったんで宮崎から養子を取ったのが上杉鷹山で、もともと広い新潟県だったところが山形の米沢っていう小さいところに関ヶ原の戦いで負けて押し込められちゃったから家臣はたくさんいるんだけど収入がない。すごい貧乏な藩になって借金まみれだった。そこで上杉鷹山は養子に入ってすぐ何をやったかっていうと藩の経済の立て直しですよ。今みんな困っててお金がない米が取れない、ね、だからどうしたらいいかってみんなの意見を集めて例えば町には用水があるからその用水を使って鯉の養殖をしてそして鯉を食べるということをですねみんなで進めていったりしたんですね。それをですねあのそういったことを一個一個積み重ねていって米沢の藩の赤字をゼロにしたんです。これね本当の政治家の仕事ですよね、今の政治家っていうのは税金で給料をもらうけど町の税収増やすことなんかほとんどできてない。ほとんどの人ができてない。ただただ消費するだけ、ね、いろいろ助成金とかも来るけどそれは言われた通り決まったことに使ってそれ以外の新しいアイデアなんか出さないですよ、ね、で市民に働きかけて何か、ね、そういったベンチャーみたいなことを起こすような行政ってないじゃないですか、ね、だってそんなことやったって自分たちの給料増えないもんと思ってるわけです。公務員だったらでもそこに違うよと公務員っていうのは公僕であって市民からもらった税金とか使ってやってるんだから
その市民から預かった税金を使って、いかに市民にたくさんのサービスや利益を還元するかっていうことを考えるのが、政治家の仕事ですよ。そしてそれにちゃんと従って、一生懸命やるのが公務員の仕事ですよ。ただただ国から言われたことをね、はい、わかりましたってやってるだけが、政治家の仕事じゃないし、公務員の仕事じゃない。ちゃんと経営のマインドを持ってやるのが政治家の仕事なんで、まあ一番やるべきは市長さんですけど、野田さんは今回市長選に出てるんじゃない。議員の選挙だから、そういった発想だけ持ってね、ぜひやってください。そして、変わってんねって言われるかもしれないけど、違う。もし野田さんのそういったね、取り組みを変わってるねっていう議員さんは、自分たちがサボってるだけです。自分たちが地方議員のあるべき姿っていうものがないんです。だから、ただただ議会に出て、ね、で、あとは冠婚葬祭とか回ったり、ね、運動会出て挨拶するだけなんですよ。忙しい忙しいって言って挨拶回りが忙しいんでしょ。市議会議員の仕事なんて年間70日ぐらい議会に行けば、あとの300日はお休み。僕も市議会議員6年やってましたから知ってます。絶対役所に行って何かやらないといけないっていうのはそれぐらいなんです。よっぽど特別な委員とか受けたらまたちょっと日は伸びるけど、それでも200日以上は絶対使えるの。その時間の3分の2ぐらいはやっぱりそういった自分の事業をやってね、市民と同じ目線で市民が日々どうやって生きているのかっていうことを肌で感じながら、そこの問題を一緒に解決できるようなそういう議員をやってください。そして今日有権者の皆さんもね、野田さんが議員になったらそういうことできるように一緒にサポートしてあげてください。勉強会やっても誰も来なかったらね、続かない。だから参加してちょっと講師の話面白くないよって言うんだったら言ってあげればいい。もうちょっとちゃんとね、面白い先生呼んでと、話を聞きたくなるような先生呼んでほしいと。ね。で、野田さんの話が下手だったら、野田さんもうちょっとちゃんと勉強しないと、みんなつまんないよ、というふうに愛を持ってね、ちゃんと、みんなで育ててほしい。そして、みんなで一緒にね、何でもいいですよ。小さな事業、マルシェでもいい。お祭りみたいなことやったっていい。少しでもみんなが集まって、そこにお金が動いてね、ね、お小遣いが少しずつ入るようなことでもいいじゃないですか。そういうことを一緒にやってあげてほしいんです。ただただ議会でね、質問して、ね、委員会出て視察行ってるだけじゃ、せっかく議員になっても意味がない。それじゃあ参政党をわざわざ新しく作って、野田さんに立候補してもらった意味がない。お子さんの子育ての時間を削って、こうやって選挙に出て議会に行く意味がない。なぜ自分たちは政党を作ったのか、僕で言えばね。なぜ、私は市議会議員になるのか。そういった原点をしっかりと持ってやってもらいたいし、その原点を皆さんで一緒にね、大きくしていってほしい。政治家ってそうあるべきなんですよ。でもね、そういうことを本当にみんなやらないから、だからなんか地方の政治がおかしくなってますよね。もう国から言われたことをただ執行するだけで、議員さんたちもまるで公務員みたい。僕からすると。ね、市役所の職員は何も言えないですよ。公務員だから。でも、そういうのおかしいよねって言えるのは、市議会議員とか市長なわけ、政治家なわけですよ。それをやらなかったら、ね、みんなに選んでもらってる意味がないし、そんなんだったら続ける意味もない、ね、そういったことをぜひ今初心をね語る大事な選挙だから、この選挙でたくさんの人に訴えて、そして皆さんにも協力してもらって、そういういいチームを作ってもらいたいです。参政党はそういうところなんです、ね、自民党とか公明党とか共産党とか立憲民主党とは全く仕組みが違う。だからなかなか理解してもらえない、ね、でも一生懸命そうやって訴えたら国政政党になれましたよ。でもね、メディアは僕たちをなんか変なカルトだとかですね、右翼だとか言うけど違う、こういうことを言ってるんですよ。こういった新しい政治の仕組み、しかも皆さんが参加できる新しい政治の仕組みをみんなで作りましょうよって訴えて177万票いただいたんですよ。ですよ。のこととか、なんか食のことなんていうのはその訴えの一部にしか過ぎない。でもその一部だけを切り取ってね、個人の団体だとか、オーガニック欲だとかですね、なんかカルトだとか、好き勝手メディアは言いますね。ちゃんと話を聞きなさい、メディアの人は。ね、僕たちが何を訴えて支持されたのかっていうことを、ちゃんと理解をして、それを報道してもらいたい。まあ難しいでしょうけどね。だから私たちは、マスメディアに取り上げ、そういういい部分が取り上げられなくても、訴え続けるしかないし、その最前線に立ってもらうのが市議会議員です。ね、僕も頑張ってやりますけど、ぜひ、皆さん一緒にね、この名護の町でそういうチームを作ってください。そして勉強会とか開いてもらえるんだったら僕もまた来ますし、ね、なかなかこういった街頭活動の時間では語れないこともたくさんあります。そういったのはみんなで集まって勉強しましょうよ。
逆にこういうことをもっと知りたいんだということであれば、僕も勉強してきて皆さんにお話できるようにします。そうやってね、みんなが投票に行ったからあと頼んだよっていう政治じゃなくて、一緒にね、町の問題とか国の問題とかを考えようよと。そしてね、おかしなことがあるんだったら諦めてるんじゃなくて、文句言ってるんじゃなくて、変えていけばいいじゃないと。そういうチームをね、みんなで作るんです。そういったところに中学生とか高校生とか小学生でもいいや、お子さんいたら一緒に連れてきてください。そうやって大人が一緒に学んで議論して何かを前に進めていく、いいように、そういう姿を見せるのが一番の政治の教育、世の中を変えるための教育です。そうやって小さなことでもいいから、公園の整備一つでもいいから、きちんと形にできたら、お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんがね、みんなで時間かけて勉強して提案作って、町に言ったら変わったねとね、自分たちの遊ぶ場所ができたよねと、そういったプロセスをしっかりと見せていくことが子供にとってすごい勉強になる。そうなると心が高いね、綺麗な子は、あ、こうやってみんなの役に立つことができるんだったら、私もあそこで勉強したい、私も将来議員になろうかな、ね、将来市長になろうかなって言って、優秀な子が政治の世界に入ってくるようになるんですよ。今日本の子供たちは全然もう政治家に期待をしていない。将来の夢でね、総理大臣になりたいとか国会議員になりたいとかもう言わない。なぜか、それはメディアもね、政治家を叩きすぎるんだけど、実際に大人の人たちが政治とかに関わっていない。選挙ぐらいやっても、その選挙がまた泥臭い、ね、誹謗中傷合戦したり、ポスターの剥がし合いやったり、ね、時にはね、物を送ったりお金渡したり、そんなのをこっそりやってる後ろめたい選挙を見ていたら、そんなのね、子供たちは、ああいうのは悪い人がやるもんなんだなと、政治家っていうのは悪い人がなるもんだなと思うでしょ。そんな風になってませんか、日本中で。そんな選挙やっちゃダメ。もっとそれはね、悪いことする人といいことする人、ね、悪いことしない人だったら、悪いことする人の方が確かに強いかもしれないけどね、そんなのはね、いつまでも続かない。参政党は正々堂々と選挙やりますよ。不正なことは絶対僕らは許しませんね。たとえ勝ったとしても不正なことやってたって言うんだったら、それはしっかり党の方でね、罰則を与えますよ。なんだったらもうやめてもらいます。そうじゃないとおかしいね。そういった政治がよく変わるプロセスを見せたりね、あるべき選挙の形っていうのを見せると、党員の人が言ってくれるんです。楽しいって、政治をやることは楽しいって。町が変わるかもしれないから、自分たちの子供たちにいいものを残せるかもしれないから、やってて楽しいって言ってもらいます。本当にそうですよ。だからみんなでね、やってて楽しい政治、はい、街づくり、子供の教育、それをやっていきましょうよ。ね、他のところはやらないかもしれない。いいの。他は他。参政党は参政党のやり方でやるんです。そのために国政政党を作ったの。そうなんですよ。ね、言われましたよ。僕はこんなことずっと言ってるから、そんな政治は綺麗事じゃできないんだって。綺麗事じゃない。あるべき姿を言ってるの、ね、あるべき姿を追求しなければ、理想がなければ、政治なんかやってても何にもやりがいがない、ね、理想がちゃんと言える、そんな政治をやる。でもそれやってちゃんと国政政党になったんだから、ね、そこに一つね、できないできないって言ってる人たちの言ってたことは嘘だったっていうことが証明できたじゃないですか。ちゃんとやり方考えて、みんなの気持ちが動けば変わるんだっていう実績が、今回夏の参議院選挙で作れたわけ。小さな一歩だけど、それは日本の政治にとって実は大きな一歩だったかもしれませんよ。それを大きな一歩にするには、野田さんみたいな人たちが頑張って地方でその理念を広げてもらうしかないの。形になして行動してもらうしかないの。それはでも野田さん一人じゃできない、ね、野田さんはみんなの気持ちの受け皿。それをやるのは名護市の皆さんですよね、名護市の皆さんが、この30代のお母さん、ね、子育ても大変だろうに、一生懸命ね、みんなの受け皿になって手を挙げてくれるんだな、ということに共感していただいて、で、彼女はもう若いじゃないですか。ね、僕40代、30代、僕よりも全然若い。だから経験もないですよ。ね、周り議会行ったら先輩の男性が多い。ね、そういった中で強いこと言われたら気持ちも折れる。時にね、でもそんな時に支えるのは皆さんですよ。ありがとう、ありがとうございます。そういうね、皆さんが野田さんを支えて、野田さんに思いを寄せていくんです、ね、野田さん頑張ってねじゃダメなの。一緒に頑張ろうね。私たちもやるから、あなた先陣切って議会で私たちの思いを伝えてねって。そうしたら野田さん絶対悪いことしない。
絶対変なお金で転ばない。みんなの思いがあるから。政治家が悪いことするのは、それを支えてる人たちが自分たちの利益とか利権を求めて、あれしてくれこれしてくれしか言わないから、なんだよ結局自分のことしか考えてないじゃないかみんな、というふうに思った時に、政治家は気持ちが折れて悪い方に落ちてくんですよ。僕もやってたからよくわかるの、ね、なんでみんな自分のことしか言わないんだろうと、ね、みんなのために頑張ろうと思って立候補したのに、みんな自分の利益しか求めてこないじゃないかと、ね、順番待ちしてる保育園に入れてくれとか、もらっちゃいけない生活保護を支給してくれとか、ずるいことばっかり頼んでくるの。そんなことやらないって言ったら、他の党の人はやってくれたとか言うわけですよ。じゃあ他の党行けよって言うわけですよ。こっちは僕はやりたくないと、そんなことやるために議員になったんじゃないんだというふうに突っぱねてきました、ね、でもそれではなかなか広がらなかったので、15年かかったけど国政政党を作ったんです、ね、そういう思いに野葉さんはすごい賛同してくれて、ね、もともと議員になる予定なんかなかったんだけど、でも名護でたくさんの支持を得たんですね。今日川野さんあそこでなんかひっそりとビラ配ってますけど、あの人参議院の候補だった人です、川野さんありがとうね。はい、沖縄で候補がいないから、ね、間に合わないからって言って、彼はわざわざ福岡県から沖縄で立候補してくれたんですよね。そしたらなんと全国で一番得票率高かったのは沖縄県なんです、参政党が、ね、沖縄の皆さんありがとうございました。で、名護市もかなり賛成党って名前書いてくれた人多かったから、それだったらその思いの人たち、その人たちの思いの受け皿が市議会にないのは残念だからって言って、ね、子育て大変なのに立候補してくれたんですよ、ね、そういう思いだから、彼女がなりたいなりたいなりたい、私議員やりたいやりたいって言うんじゃないんです。みんなで頼んでお願いして出てもらってるんですよ。だから、ね、一票入れてやったんだとかじゃなくて、ね、あ、一緒に頑張ってくれるんだね、ありがとうって、して、そういう思いで皆さんが支えてくれたら、絶対野葉さんはいい議員になるし、絶対皆さんのために働こうって思う。政治で一番大事なのはそういった人間の気持ち、みんなでよくしようって、お互いに支え合おう、役割分担あるんですよ、ね、サポーターにはサポーターの役割があるし、議員には議員の役割がある。どっちが偉いわけでもない、まあ、責任は議員が重いけどね、けどその分決定権あるじゃないですか。だからそういったみんなの役割をそれぞれになりながら、町のビジョンをみんなで考えて勉強をして、ね、小さなことでいいから少しずつ変えていくんです。そしたら絶対そういう動きは人の心を打つ。特に日本人は、ね、心根が綺麗、本当に綺麗、性善説だから、人は嘘つかないと思ってる人がすごく多い。嘘つくんだけどね、人間は。けどやっぱりそう思って人を信じてくれる人がすごく多いのが日本のいいところ。逆に言うと海外からすると弱いところ、騙されちゃうからね。だから外国の資本とかそういったものに対してはやっぱりね、騙されないように勉強してちゃんと向き合っていかないといけないけど、国内においてはやっぱり信頼関係でつながっていくことが大事だと思います。そういったことを一生懸命できる方だと思ったので、賛成とは自信を持って野葉さんに公認を出しています、ね、まだまださっきも言ったけど、お若いし政治経験がないから、ね、未熟なことたくさんあると思います。でもね、それは今いる賛成党の支部の人たちでちゃんとまず支えますから、大事なことは教えますから、ね、でも地元のことは僕たちわからない。僕も、ね、東京のこととか国政のことは話せても、名護の問題とか課題っていうのは僕は何もわからない。だからそこは名護の、ね、市民の皆さんが野葉さんとつながってしっかりと教えてあげてくださいね。そういった形でみんなで作っていくのが町の政治なんです。ね、一票なんとかくださいとかね、通してくださいとか気持ちはわかりますよ。でもそんなことだけ言ってたってダメなの。通った後が大事なんだから、通った後に何をするんですかっていうことをちゃんと皆さんと約束して、それを一方的に野葉さんだけがやるんじゃなくて、皆さんにもやってもらわないといけないの。そうすると、ね、皆さんも参加できるし、議員は議員でそこに対してね、感謝の気持ちが生まれるから、みんなのために頑張ろうって頑張るんですよ。この相互の協力関係、信頼関係がない政治はね、結局お金とか利権にしてしまうからおかしくなってる。それが、ね、僕が自民党とかを辞めてきた理由ですよ。そんなの見たらね、人生の時間をそこにかけたくないと思っちゃうから。賛成党はそこをしっかりと明確にして作っていく党です。もし、ね、賛成党がそうじゃない党になったんだったら、それは僕はもう解散したいです ね、 ね、それだったら作った意味がないから。だから我々そういった党を守るために、そういった党の理念をきちんと守って形を作っていくために、これからもいろんなところで活動していくので、
ぜひ皆さん今日ね集まっていただいた皆さん党員じゃなかったら党員になって一緒にやってくださいね。一票入れることも大事なんだけど、一票入れて終わりじゃないからね。一票入れるだけじゃ日本は変わらない、街は変わらないですよ。みんなができることをちょっとずつ一緒にやっていく、その受け皿が今までなかったから政治が遠いものになって面白くなかったんでしょ。だから自分たちが参加できる場所を僕たちは用意したので、そこにぜひ乗っかってですね、一緒にやっていただきたいなというふうに思っています。今日は長時間話聞いていただいてありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。いかがで、彼女は本当に新人さんで機会にも出たことない、でも心の差しはあるんですね。でママさんたちの声、その主婦を支える旦那さんたちの声も集めて機会に持ってきたい。その後どうやっていいかっていうのがもう全く私もですけど、もう彼女もね、なんかコツがありますか、こういった段取りでやっていくんだよとかっていうのあったら教えてほしい。まあ話すとキリがないですけど、はいはい、でも議会に入ったらまず会派とかを作らないといけないので、当選されている他の議員さんたちとまずいろいろ話して、誰とだったら一緒にやれるかなということですね。で誰ともやれないよっていうんだったらまず一人なんだけど、一人でやると僕も国会で今一人会派なんですけど、一人はなかなか辛いから、その時にやっぱり交渉が大事で、ね、話し合いが、だその時必要だったらね、今回同時に出てる議員さん何人も候補者がいるから絶対何人か通ると思うんで、そういう人たちも話し合って一緒に交渉したらいいし、どうしてもって言うんだったら僕呼んでください。はい、そしたらね、名護の市議会議員の方と会っていただいたら話をして、こういう約束で会派作りましょう。やっぱりね、議会に通ったら今度は数なんですよ、うん、数をどうやるかっていうことで、でもみんな支持母体が違うからなかなかまとまらないのね。それをどう折り合いをつけて、この部分では協力しましょうと、この部分は自由にやりましょうっていうことをちゃんと話し合って、この話し合いがなあなあになっちゃうと、後々ね、言った言わなかったってなってすぐこう会派が分裂しちゃったりするし、で小さい会派でやってると情報が来ないのね、ちょっと意地悪されちゃう。あ、はい、あ、そう、そう、そうなんですよ。だからなるべく、まあどうかな、名護のちょっと市議会の構成は今回選挙あるんだ分からないですけど、まあ、自民党とか結構多いはずなんですよ、はいはい、だから組むんだったら別に自民党と組んでもいいし、オール沖縄の人たちと組んでもいいし、それはもう参政党は右でも左でもないって言ってるから、どっちと組んでもいいですよ。要は政策の合う方で、その時にやっぱり交渉が必要なので、一人で心細かったら誰か党員連れてってもいいし、必要があれば、はい、あんまりそれだけで、まあ、僕じゃあダイビングするついでに来ますから、はいはい、あ、ちなみに僕趣味がダイビングで、で妹が沖縄に嫁いでるんですね。もう10年以上沖縄住んでますけど、もともとね名護に住んでました。で今は、うん、そうですそうです、あのね、あんまり大きなホテルがあるでしょ、この辺に、そこで働いてるんですけど今でも、今住んでるのは那覇ですけどね、うん、ちなみに私もパディのオープンウォーターですよ。あ、本当に、はい、あ、私もパディ、あ、一緒です、ありがとう、124本です。おえ、それはそれ、僕全然30本ぐらいです。はい、はい、じゃあもう一緒に潜りましょう、また。潜りましょう。はい、はい、こんなとこで遊ぶ約束したらまた怒られますけど、はい、まあでもで何が言いたかっていうと、沖縄は実はプライベートでもしょっちゅう来てたんですね、はい、だからなんかそれに合わせて、はい、助けに来ますよ。はい、はい、じゃあ今度はじゃあそう、もう一回ね、はい、本当に今日は暑い中お集まりいただいてありがとうございました。もう本当に思いだけはあるんですけど、本当にカメラさんがおっしゃってくださったように、経験や知識などまだまだ未熟なところがありますので、本当に皆さんの声を拾って皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのお力をお貸しください。よろしくお願いします。素晴らしい。では彼女もね、頑張って開発作ったりとか今後待ってるかもしれませんが、まずそれには通ってくれないとね、困りますから、皆様のね、古い言葉ですが、清きご一票をですね、ぜひ、彼女に今回は投票してくれませんか。よろしいでしょうか。はい、ではお仕事のお決まりの最初123で一応締めくくりたいと思います。よろしいでしょうか。はい、じゃあ皆さんですね、初めての方がいらっしゃるかもしれません、賛成とね、掛け声がありまして、僕はせーのと言いますので、みんなで1,2,3賛成とというふうにちょっとコールをしていただきたいと思います。ではご準備よろしいでしょうか。いきます、せーの、 1,2,3 賛成と、ありがとうございました。ありがとうございました。
し握手してないかとかいらっしゃったらしてきたりしてみますね。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、はい、あー、すみません、はい、ありがとうございます。忘れてました。はい、